一勝一敗になりました。はい、今日は負けたら終わりだから、はい、勝つか引き分けるしかない。そうしないと明日にはゲームないというだけのことだと思います。最多勝の、いや最多勝とかね、そうやればここは関係ないと、勝つか負けるか、ただそういう戦いだろうと思うしね、まあ、昨日と一緒で申し訳ないんだけど、そういう試合です。重い試合になりましたが、はい、慣れてるでしょう、こういう試合は。明日に向けては、え、明日に向けて、そういうのを聞くだけ野暮って思う。はい、わかりました。